です、今日もですね、ちょっと撮影に出かけるところを Vlog に撮ろうと思ってるんですが、今日はここのところ最近、何回か、この GoPro で動画撮ってるときは、Bluetooth マイク経由で、音声入れてたんですけども、今日ちょっと、急いでて忘れてきてしまったので直で撮ってますが、音声どうなんでしょうか。で、今日向かっているところなんですけども、鎌ヶ谷市役所になります。で、撮影なのになんで市役所なのかっていう話なんですけども、鎌ヶ谷市役所の、屋上をですね、なんか展望台みたいな形で、開放しているという話を聞きまして、一応鎌ヶ谷スカイビューという名前もついているらしいんですけども、調べてみたところ、鎌ヶ谷市役所は6階建てっぽいので、まあ6階の屋上っていう意味では、まあそれなりに高さがある場所でしょうというところで、そこに行ってみようと思っているんですが、今日はですね、11月7日になるんですけども、まあ、なんで今日行くかっていうと、今ですね、千葉の北側は、ダイヤモンド富士というのがですね、見られる時期になっていまして、同じ地点では年に2回、見られるんですけども、まあこれまで、自分が房総地方に、住んでいた時も、まあ、ダイヤモンド富士何回も狙っていろんなところから写真撮ってるんですけども、この千葉北側にですね、引っ越してから、この辺りで撮ることはあんまりなかったので、今、できればですね、夕方天気いい日はなるべく撮るようにしているという感じです。で、この鎌ヶ谷市役所の屋上からちょうど撮れるのが今日明日ぐらいなんですけども、鎌ヶ谷市役所の、案内では、11月8日ですね、明日の日付でどうも、見られる日というのを告知しているっぽいんですが、ダイヤモンド富士をずっと追ってる自分からするとですね、明日はちょっと、富士山の左側に太陽が落ちる、角度になってしまうので、どちらかというと今日ですね、11月7日、予想では結構富士山の上目を通る感じになるんですけども、その方が太陽の形が丸い状態で撮れるので、綺麗な感じになるんじゃないかというところと、まあ、明日も天気は良さそうなんですけど、今日も天気は良さそうなので、まあ、撮れそうな時に撮っちゃおうというのが、狙いになっております。で、一般開放されているので、別に市民でも何でもないですけど、普通に入れるだろうというところで始めていくんですが、まあ、入れるは入れると思うんですけど、どのくらいの人がいるのかとか、どのくらい広いのかっていうのがいまいち分かってないので、あんまり混んでるような感じだと厳しいなと思いつつ、まあ、分かってる人は今日も来ていると思うんですが、割と市の案内を信じている人は下行く人が多いんじゃないかなというのもありまして、一部の望みを、持って今日向かっているという感じです。それではちゃんと撮れるといいですが、頑張っていきたいと思います。はい、今、4時過ぎて、日の入りまであと30分ぐらいですね。さっきまで全然 2,3 人だったんですけど、いつの間にかこんな感じで人が集まり始めてますね。やっぱり有名な場所なんだと思います。場所は、今日、比較的太陽がですね、富士山のだいぶ上を通る予定なので、この展望台の中ではなるべく南側に位置して、まあ、なるべく太陽が、山頂にタッチするようにあがいた位置にしてみました。見た目上はですね、スカイツリーに遠い場所なので一人ポツンとな感じなんですけど、まあ、この中ではここが一番いいんじゃないかと思って位置取っております。ではこの後撮影うまく撮れることを祈って、今のところまだ雲があるのでうまく撮れるか分かりませんが、